今日のテーマは究極の二択というテーマになります。何々をは何々ね。じゃあ試しに一回解けてみます。ポチ。死ぬ年齢を知る、バーサス死に方を知る。はい、それではこの究極の二択、知るならどっちっていうねことだろうね。どっちも知りたくないよねこれ。でも僕もこれはもう絶対こっちっていうのはありますね。僕なら死ぬ年齢を知るですね。まあもちろん知りたくはないけれどもね、年齢を知ることで、まあ普段絶対知れないことなので、それを知ることでそれに向けて計画を立てれる。これ例えば死に方を知るっていう死に方を知るという選択肢を選んだとして、知るじゃないですか。で、それって避けれるものなのかなって。でも多分避けれないよね。死に方を知って避けれるのであればね、例えば交通事故で死ぬとかだったら、まあ究極を言えばずっと家から出ないのであれば交通事故合わなくて済むので、でもそれっていつ会うかわかんないから、まあ結局無理っていうことになっちゃうんだけど、でも僕なら年齢を知ればその死ぬ時に合わせて、計画を立てていけるので、むしろ知りたいですよね。むしろ知りたいかなって思うようになってきました。例えばね、あと10年後に死にます、5年後に死にます、それとももっともっと30年後、50年後に死にますとかね。例えばもう5年後に死ぬのであれば、普通に生きるのは面白くないって思えるので、もう本当に死ぬ気で何でもできると思うし、死ぬ年齢を知ることによるデメリットってあんまりない気がする。例えば明日死ぬって分かっちゃうと、それはちょっともう精神崩壊するかもしれないけど、でも知らないよりは知るの方がいいかなって今思いました、これを見てね。まあでも普通に生きたとしてね、50年とか、まあそれ以上だよね。まあそれを知ったところで別にどうもない、どうもならないっていう、今の生活に何も影響出ないよなとも思いますね。でも死に方を知っちゃうと、なんか病気で死ぬ、癌で死ぬとか、交通事故で死ぬとか、なんだろう、地球が滅亡して死ぬ、爆弾で死ぬとか知っちゃうと、もうそれがなんか怖くなりそうなので、それはやだなね。毒で死ぬとか知っちゃうと、もうなんかご飯食べれなくなりそうだし、だからその年齢を知る方がいいのかな。たやきパフェさん、どちらだろう。そう、これぜひ皆さんもね、考えてみてください。そして僕に教えてください。面白いよね、こういう普段考えないことを考える大喜利的な考え方でもいいですよ。死に方を知るメリットってなんだろう。もし運命を変えれるとか言うのでね、死に方を避けれる、死を避けれるのであれば死に方を知るっていうのもメリットあるのかなって思うけど、あるいは死ぬ時期を延ばすみたいなことができるのであれば、確かにね、死に方を知るのもありかな。それでは次のお題に行きます。